もしもし。もしもし、すいません。お疲れ様です。タイム、ちょっとサウナの中で倒れてもうて。マジで言うてんか、それ。なんでテンション上がってんねん。ちゃんと撮ってた、今、これ、これ。いや、もう、あれ、もう福岡、明日、今日。え、何より、明日の朝一の新幹線。朝一の新幹線、それ、乗せてくれないですか？どういうこと？で新大阪まで行くでしょ。電車で。あ、電車でもう通る電車で行く。うん。ないですよ。なんでなんや。いや朝、そういえば言ってたなと思って、早一日早行くみたいな言ってたなと思って。ほんでまあタイミングあれやったなと思って、まあじゃあその当日来るんやったら前日送ってくださいって言おうと思った電話やけど、電話一回かけた時に、あ、ちゃうわ、前日行くんや言うてたんやと思って忘れてて。そうやねん、そうやねん。明日朝一に行って向こうで行きたいとこなんかとかあるから回って、はいはいはい、って感じ。ほんで今ね大阪のなんかしょうもないお土産をなんとか買うて、はい、売れてたから、この間お土産とか売れたから、なんか買うていいとか思って、ほんで今お土産とか買うて、はい、って感じ。いやいや、明日平日でしょ。愛子がいつもみたいに送られへんすよ。はい、やったから。え、ちなみにお父さんは何、何時の新幹線だわ。8時とか8時半9時とかやったかな。全然、別に全然ですけどね、そんな、まあ、3人のやつを切って、貼ってやった、もっと、まあ、ちょっとコメント載せたりぐらいで、だから、だって今日上がるようにしとかんと、明日はもう軽量なやつ上げるから、でしょ。だから昨日のやつも昨日あげとかんとあかんかったから、はいっていうので、昨日今日もう体重は落ちてるんで、タイムも体重は落ちてる。今もうゆっくりしてるだけやから、まあ今もう一回飲んで膨らまして、また明日の朝ちょっとだけ落としてみたいな感じにしてるから、まあその辺は大丈夫なんですけど。結構あってよかった。はい、楽しみだ。だって明日、だから、まあ、向こうで交流っていうのは、多分もしお父さんだと交流できたとしても、多分夕方以降ぐらいにはなると思うねんけど。まあまあ、全然なんでもない。もしあれやったら、また晩、福岡へ下がっても、ラーメンでも食いに行くや。あの辺におるんですか？アクロ福岡ら辺におるんですか？おるほんまに、なぜ、中津、博多、マクロ福岡まで、多分15分か10分ぐらいと